テープの案内になりますから、皆さん、ご案内のお聞きくださいね。それではただいまから、東神坊道志賀の案内をさせていただきます。この東神坊は福井県の北の端に近く、白山火山脈の一端が日本海に露出しており、日本海第一の名勝として有名でございます。本線右後方に特に高い絶壁が見えますが、このような絶壁は世界でも数少なく、日本海の風波浪のために浸食または風化されまして、見事な柱状節理の姿を壮大に表しております。この東神坊は後ほどまたご案内することにいたしまして、まず別荘の島よりご案内させていただきます。この東神坊より島までの距離は約 1800m でございます。この間の海の深さは 20m ないし 25m でございます。この島は由比島と書いて大島と申しております。大変美しく江ノ島に似ておりますところから、北陸の江ノ島とも呼ばれております。この付近一帯の住民の間では通称お島さんと呼ばれ、親しまれ大切にされております。この島は周囲約 2km、 海抜 42m の島で人は住んでおりません。この島には1200年前よりお社が継続されておりますが、今より1060年前、